にします。で、23日にはオープンイベントが行われ、たくさんの人でにぎわいました。東西株式会社はオーストラリア出身のペリー・ダニエルさんと、安来出身で妻の遥香さんが中古ゲームの輸出販売や翻訳サービスなどを行う会社です。今回開設した直売所は、自分で商品を取り、置いてある箱に料金を支払う無人販売となっていて、人との接触を最小限に抑えつつ、地元農家が卸した新鮮な農作物を買うことができます。また中海の近くにあることから、マリンをテーマに内装にもこだわりました。そこには訪れた人の日々の楽しみや地域の元気につながればという思いが込められています。オープンイベントが行われたこの日は、開店を心待ちにしていた多くの近隣住民が訪れ、感染症対策として入場制限をしながら販売が行われました。棚にはイチゴや卵、小松菜など安来さんの新鮮な農作物が10種類以上並びます。東西株式会社では以前から会社の空きスペースであるガレージの有効活用を検討していました。会社は新十上町の住宅街にありますが、近所には高齢の方も多く、安心して気軽に買い物できる場所が欲しいとの声を聞いたことから、親交のあった若手の農家グループ中海ファーマーズに声をかけ、今回の直売所をオープンすることにしました。1月末現在、新十上町の人口は557人、高齢化率は 39.5% と高く、この直売所のオープンは近所の高齢者の暮らしの助けになることが期待されています。オープンイベントでは、来場者へのバーベキューの振る舞いや先着順でのイチゴのプレゼントなども行われ、会場には楽しそうな声が響いていました。すごくいろんなものがあって、イチゴも白いイチゴがあったので初めて食べるので楽しみです。また来させていただきたいなと思いました。なんかおしゃれな感じがして、なんかいい雰囲気でしたね。こういった取り組みを今回手伝わせてもらって、嬉しく思いますし、どんどんやっていきたいなというふうに思っています。思ったよりすごくたくさんの方に来ていただけて良かったなと思います。まあ、この1年すごくコロナでみんなが我慢を強いられてた1年だったんですけど、少しでも日々の楽しみにつながるような直売所になればいいなと思います。この十上山なぎさ直売所は毎週木曜日から土曜日の午前10時から午後6時に営業しています。無人の小さな直売所ですが、ペリー夫妻の温かい人柄が感じられる素敵な